アメイジンググレイスアレサ・フランクリンをお届けしたいと思いますえー、これも5月28日からロードショーが始まっていますが、えー、宮島さんはあのアメイジンググレイスっていう楽曲は知ってますよねもちろん知ってますねあれいつ頃にできた曲なんでしょうかねあもうそれも知らないですねえこのアメイジンググレイスですけれどもねえー、50年も前にね彼女のライブが撮られていて、はい やっと今映画がでできたんですよ<ー>でそのわけは後でお話しますけどね、はいえー、どんな内容の、えー、映画になってるか宮島さんんにプレスを読んでもらいます1972年ロサンゼルスの教会で2日間にわたって行われたライブを収録したライブアルバム「AmazingGrace ググ」は300万枚以上のセールスを記録して大ヒット。 史上最高のゴスペルアルバムとして今もなお輝き続けている本作はドキュメンタリー映画としても撮影されていたがカットの始めと終わりのカチンコがなかったために音と映像をシンクロさせることができず未完のまま頓挫現在のテクノロジーを駆使して映画は完成されたはい今あのプレスをね読んでもらいましたけどねこの映画ですねあの えー、ロサンゼルスの教会でね2日間にわたって行われたんですよね、はい、でアレッサ・フランクリンそれから、えー、バックバンドの方それから聖歌隊の人、はい、それから一般のお客さんも一緒にライブを作り上げるそしてその時結構有名監督が映画を撮ってたんですよ<ー>ところが「カチンコ」ってあるじゃないですか「はいはい、よーいスタート」「カチッ」っての。はい 琴姫の前あのカチンコを見てもなんでやってるのか分からなかったんですけど <laughs> <laughs> その有名監督が、はい、そのカチンコを入れ忘れてたのでライムのレコードはできて今もものすごいセールスをしてるんですけれども、はい、映画は後からその音楽とシンクロできなくなって。うんうん ずっと出せないでいたんですよ。はい、そういうことあっていいでしょうか。この監督さんの名前あえて書きませんでしたけど。<laughs> ただね、はい、50年前のことですよね。はい。で、50年ぶりに蘇る感動のソウルミュージックライブでございますのでね。はい。ね、50年って言ったらすごい年月ですからね。これもしかしたらあれですよね。はい、若い時に本当に若い時に。 もし、この場所に行ってて、ええ、90年経った今、映像になったのを見られる方がいらっしゃるかもしれ。ないや絶対いらっしゃると思うし、はい、感動ですよね。ですよね。でも、その時に子供か、青年だったら、すごい年老いてますよね。う<ー>ん <laughs> いや、人間みんなあの生まれてきたら、年だって死死なないといけないですからね。はい、いや、でも。 今あの宮島さんが言ったことって実際にそうだと思いますよそうですよね、うん、もし私がそれだったら「生きててよかった」って思うだろうなって思いますね。<laughs> ねはい、でこのアレサ・フランクリンですけどもね、はい、あの1942年に生まれてんですね。それでねお父様はね牧師さんです。 うんね、牧師さんでミリオンダラーボイスの持ち主としてとっても有名だったそうですよ。へ<ー>はい、でお母様はゴスペルシンガー。なななるべくしてなった方なんです、ねうん、だから小さい時からゴスペルシンガーとして成功するように 育てられたんですよねアメリカの教会に行くと、はいあのね、黒人の方が集まってるところは牧師さんが運動をとってみんなで歌う,歌うじゃないですか、はい、もうちょっとあの我々が入れないぐらいのハイテンションで、はい、あんな中で育ったんですよね。なのでも,ものすごいやはりあの DNA もそうですけど環境もそうだったし。うんうん ものすごいボーカリストだなと思いました。はい、はい、で、ええー、この時に作られたライブアルバム。アメイジンググレイスは、300万枚以上のセールスを記録したそうでございます。すごいですよ、ね。うん、なので、ね、今こういうのができるかなっていうと、ちょっと疑問ですけれどもね。うん、はい、えー、アレサフランクリン、バックバンド、聖歌隊、そして観客が一体となって、あなたに。 感動を届けるアメイジンググレイスアレッサ・フランクにンぜひご覧くださいませ観客の中にはなんとねミック・ジャガーもいましたよ